はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、続きをやっていきます。サウスフィガロの洞窟からですね。エドガー様どちらに？洞窟を抜け東のサウスフィガロの町を目指す。で、北のリターナ本部に行きますと。お気をつけて。こいつずっとここに立ってんのかな。見張りって、まあ、俺ちょっと警備員とかやったことないからさ、わかんないけど、どうなんだろう。時間経つのすごい遅そうだよね。で、どうなんだ。とりあえずファイヤーで、オートボーガン。じゃあ後ろに下げてもいいんじゃないか。ロック、ちょっと並び替えでティナを後ろに下げよう。で、宝箱は回収していきたいけど、どっちから行けばいいんだ。しかも下げた途端バックアタック食らってんだけど、てめえ、なんか殴りのエフェクトがすごいんだけど。こう隠れるとロック両 A だ。攻撃力が低い。エーテル、エーテルってどれだけ貴重だったっけ。あれ、これオート戦闘が継続になってないってか、スエードが。ちょっとコンフィグでオートバトル継続をオンにしよう。で、こっち行けて、なんか左の方も階段があったけどね。反対の攻撃42でしょ。オートボが100超えるから、全体に機械の力。てか、なんでエドガーがそういう戦闘になってんだ。一番上にいるからか。打ち漏らしたやつをちょっと攻撃で倒す方が効率は良さそうだな。オートボーガン最初にやってポイズン覚えた。一応レベルアップで魔法は覚えるからね、ティナ。まあ、全部が全部覚えるわけじゃないけど、なんかもう抜けそうなんだけど。ちょ、早い。あの左の方の階段を行きたい。ちょっと面倒だけど確認しよう。丁寧にやる。で、まずはオートボーガン。攻撃攻撃や。強い強い。ここ宝箱あるじゃないか。ティナ後ろだとどれくらいダメージ取る。全然通らん。てかエドガーもさ、基本機械だからさ、エーテル下げちゃっていい気がするんだけど。後ろにで先制攻撃はエドガーから攻撃できると思ったらしなかった。盾がかっこいい。洞窟自体は最初のダンジョンだけあって全然大したことないね。すぐ抜けられる。で、サウスフィガロに行ってシャドウ話せない。この町の武器、防具、アクセサリー、なかなか良い品物が揃っている。最初なのに金がどうなってんだっけ。アクセサリーを装備すればアビリティを身につけることができる。倍速歩き。いや、もうすでに倍速歩きできんだけど。で、モグの説明が入る。こっち待って、勝手に説明しだした。説明聞きますかみたいなのがない。ダッシュズ買っときましょう。で、暗闇毒石化
カーバーグ。どうしようかな。毒とか結構うざそうだしな。一個で買っとく？いらねえかな。で、適当にアクセサリー2つ装備できるんで。早い。めちゃ早い。快適だ。こういうとこに何かあったっけ？あ、てか。ダッシュボタン押さないで、そうか、もう倍速になってるのか、こっちなんだ。フィガロ城が帝国に歯向かった。戦争に巻き込まれる。ああ、なるほど。もう、帝国に歯向かったのはこの町にも響いてるね。返事くらいしたらどうだ。いやいやいや。なんでさ、見知らぬ人に勝手に話しかけるんだよ。それで返事くらいしたらどうだって。誰に忠誠を誓うわけでもない。その冷たい瞳の奥に隠された素顔を見た者は誰もいない。シャドウ。金のためには親友をも殺しかねない暗殺者。そんなやつがさ、こんなとこにうろついてんのか。女の子歩いてきた。子供はダメだよねとか言いながら来てるし。コルツ山はさらに奥に行く。これはもう単純に進めばいいんだっけ。サウスフィガロの街って結構複雑なんだよね、作りが。これなんで戦争が始まる。どこ行けばいいんだ。人の家に勝手に入ってるし。パパはすごい人。レオ、レオ将軍が来たのか。マドアーマー。これこっちから出れる。でこっち側に出て、でこっちから入って地下に行くけど、エリクサー、今エリクサー手に入れてもね、使わないから。あ、なんか今あったな。びっくりマークが出た。回収しよう。フェニックスの完全にコソ泥だよな。で武器屋。あ、そうだ、エドがあってさ、ミスリルスピアでいいよ。でティナミスリルソード。てかミスリル手に入るの早えな。特に貴重なものじゃないのか。普通に売ってるし、ね、グレートソードすら売ってる。ティナ装備できるんだ。54、強くね。でもエドが下がるんだ。どうしよう。今ミスリルソード38から54とか異常なんだけど。で上がる、上がる。ヘアバンド、羽付きを2つ、木綿剣法器でいっか。ちょっとグレートソード買えるな。800円だし買っとこう。でこれで最強の最強の最強で OK。 で減ってるから回復をさせたいんだけど、寝るか。チョコボ屋さんがあるね。まあ、チョコボに乗っていくのもいいけど、どこだこれ。宿屋。ここか。80円。何の戸惑いもなくみんなベッドに分かれたな。で酒場に出て、あとちょっとアイテム屋さんでアイテムを見たい。どうやっていくんだ。そう、ポーション、目薬、毒消し、まあポイズナー覚えたかな。沈黙は買っとこう。テント1200円か、高えな。
寝袋を1個買っとこう。ティナのマジックパーが減ったら寝袋で回復させよう。この守りは、この町の守りは固い。窓アーマーともいえど簡単に入れられない。そうか。じゃあ北を目指します。デルモーダバークアタック。メーター弾のほんと遅い気がする。音ボガン突進43結構食らうな。レベルアップ。あれここ何屋さんだっけ。あ、ダンカンの家だ。この匂いはもう変態だよな。あいつの好きなお茶、食器などなど。マッシュがここに。このじいさんいつの間にこんな男を知らんか。2、3日前お師匠のダンカン様が殺された。直後山登ったダンカン様の息子バルガスも行方知らず。ここも荒れてしまった。これどこ行くんだあいつ。外出てったぞ。何しに来たんだ。ここかな。コルツ山。ザクリン。なんかモンスターなのか人型なのかよくわかんねえな。いやティナ後ろになってるからな。アタッカーとしては攻撃した方がいいのか。ちょっとエドが下げよう。ティナ前に出そう。一回整頓をしてポーションをティナに使う。いくつ回復した。大して回復してない気がするんだけど。ん、どうやっていくんだ。57か。強い。エドガーが最強だね、やっぱり。あ、これこっちか。で、下のところから、まあ、バックアタック多いな。警戒用のあれがないのかな。で、ファイア唱えよう。で、オートボアン。ケチらず、木まで突き上げ。カウンターか。けっ、強え。50回復決まってんのか。やばい、マジックパーがなくなる。マイン帽子か。マイン帽子はロックでしょう。そうだね。回避率10、素早さが4。いいね。ロック前にいるよな。またザクリ。おや、安定の男が。先制攻撃。なんかファイヤーがもったいない気がしてた。あの怪獣が出た時だけファイヤー使うか。何者かがいた。てかテント持ってないんだよね。持ってないっていうか持ってたっけ。買ってはないから拾ったやつしかない。テント怒ってた。早速テント1200円だからな。グレートソードとかより高い。バックアタック多いなマジで。ここはちょっと魔法使っていくか。後方にいるからな。ロックとティナは当てて
倒す。変なとこから降りてった。ハサミ撃ちされた。何なのこれ。やばい、めっちゃ集中砲火食らってる。あ、ファイヤー全員に当たるんだ。音がもう前後左右、前後左右っていうか左右か。これだけ見るとやばい。ケアルいくつ使う？5も使うの？え、ちょっと使おう。と思ったらこんなとこにセーブポイントあるし、先行くか。エテルもったいなかったな。テラリウム、こいつこそファイヤー効くでしょう。草っぽいから効かねえし。でこっちか。またテラリウム。経験値はあれか、分配方式じゃないな多分。もう分配されて経験値が入ってんな。あいつなんであんなとこで待ってんだろう。おいいね、マインゴー視察か。ファイヤーゴルギアス。いや分配されるな、ちょっとわかんねえ。こいつを倒して確認しよう。ポイズンタッチもかっけえ。あ、分配されてる、分配されてるってか194入ったらそれを3等分してるわ。やっぱり変わんねえわ。マジかは26しかないけど大丈夫よ。行こう。マッシュの手のものか。一体何者だ、マッシュはいるのか。さっきからうろちょろしてたのお前だな。貴様らが何者かで捕まるわけにはいかん。バルガスに出会ったことを不運と思って死んでもらうぞ。なぜクマを連れている。何、後ろに行かなかったな今。そうだよね、壁になってんだこいつら。で、封殺。いや、めっちゃキャル回復しよう。全体でいくつ回復する。まあまあまあそれなり。じゃあ毒にして差し上げよう。186盗める。ポーションいらねえ。バイオクラス。182レプーサ。ちょっと回復しよう。これはレプーサ分以上は回復できるんだ。ケアルで地小賢しい。まとめてあのように送ってやる。やめろバルガス。マッシュ、なぜダンカン師匠を殺した。実の息子で兄弟子のあなたが。それは後期継承者は息子の俺ではなく拾い子のお前にさせると抜かしたからだ。死はあなたの。バルガス、あなたの素質を自ら編み出した王妃烈風飛躍剣。
ティナが最後まで踏ん張ったな。エドが情けない最初に吹っ飛ばされて、さすがマッシュ。宿命、俺を倒すことができない。それもまた宿命。終止剣、お前の命もあとわずか。いや、普通さ、殴り殺されるんだけど。ここはもう必殺技を使います。爆裂剣書いてあんじゃん。はい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 、てか優しい。そろそろ終わりにさせてもらおうか。死が言っていた必殺技、いや爆裂剣選んだよ。入力を失敗すると何もしません。はいはいはい、あとがないぞ。結構おしゃべりだな。はい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 、これいいマジでいいわ。ガガガ、失礼、その技を。そのおごりさえなければ。バルガス、雑魚だったな。マッシュ、弟、双子、大きなクマか。言うほど似てないよね。リターナ本部行きます。フィガロは帝国の犬としておとなしくしているのか。反撃のチャンスが来た。俺の技も役に立てるかい。来てくれるか。仲は全然悪くないよね。でそれなんてかさ、経験値とか手に入ってないよな。だからテント、ここの山にはなんでこんなテントが起こってんだ。遭難する人よかな、使ってくださいっていう。敵の守備が変わった。あれ、マッシュ減ったまんまだな。メテオストライクとかオーラキャノンした。はい、え、ちょっと待って、ティナのマジックパワーが4しかねえやと。さて、ここから入れて上があるね。何もなかった気がするけど。バックアタックまたかよ。このとこロックが全く。てかさ、これさ、入力したやつはもう自動で入力してくれるわ、次からオートモードにすれば。それは助かる。これ失敗したらさ、永遠に失敗し続けるのかな。何もね。おとなしく入るか。リターナ本部、エドガ様どうぞこちらへ。さすが顔パス。セーブポイントがある。宝箱から回収しよう。ハイポーション、じいち回るのか。バナン様、例のスペースを連れてまいりました。氷漬けの幻獣と反応した。帝国に操られていた伝書鳩。あ、なるほど、伝書鳥だし。バナン様ひどすぎます。逃げるの。こんな話を知っておるか。一つの箱がありました。嫉妬、妬み、独占、破壊、支配、希望という名の光。自分の力を呪われたものと考えるな。世界に残された最後の一つ、希望。疲れた。お前何もなんだよ。語るだけ語って何が疲れただ。言いたいことだけ言いやがって。
俺は大事な人を帝国に奪われた、そこから反帝国になりましたと。君を大事に思ってくれる人もいるかもしれない。フェニックスてか俺ダッシューズ装備してないから歩くのが遅い。全員話すんだっけ、話さなくていいんだっけ。昔から兄貴の言うことに間違いなかった。お前も少し自分で考えろ。道具屋さんいらっしゃいませ。4000円あるダッシューズが用意されている。ハイポーションもう売ってんだ。250しか回復しないのハイポーション。小さな組織同士は各地に増えている。もうすぐだ自由が。俺は生まれた時から自由だ。いや、ティナに生まれた時から自由はない。あ、しまった。宝物回収しよう。エアナイフ。恐れず我々と一緒に戦ってください。ナイトの心得買わなくてよかった。そう、なんとなく覚えてた。隠しつろ、さすがにも全部は覚えてないからね。見逃すところはあるかもしれないけど。で、あとエドガーに話さなきゃいけないのかな。そうするとやっぱりこれ壺とかあるじゃん。イエローチェリー、何それ。一回整頓。カッパか、カッパがあるんだよねこのゲーム。豚はなかった気がする。エドガーがいる。ティナにこんなこと頼むのは酷なことかもしれない。だからティナ自身に決めてほしい。行けねえし、こっち。ここは宿屋。お泊りになりますか。そんな気分じゃないよ今。この壺なんだろう。荷物置き場かな。トイレってことはないだろさすがに。バナン様、ついさっき外へ出て行かれた。話しに行こう。答えは出たか。希望になってくれる。やだよ無理っす。これ話変わんのかな。マッシュ変わんない。しょうがない。もう一回バナン様に話すか。何時に話してんだろう。気分ならないってば。だからでもう一回バナンに話すんでしょ。っていうのはこいつ なんかわざわざさ3回も来てさ。どうしてもダメですよ。バナン様を期待させて結局断るっていう。希望にはなれません。どうした、何があった。なんとひどい怪我。サウスフィガロが、サウスフィガロからこちらへ向かってきます。内部から敵を足止めする作戦。お前の特技って何。その癖治って、癖っていうあれなのか。レテ川を抜けてナルシェに逃げる。炭鉱で見つかった幻獣も気になる。裏口にイカダを用意させる。イカダごときで。すぐナルシェに向かうぞ。不安な気持ちはわかります。このアクセサリーがあなたを守ってくれるはず。源氏のこと、これが欲しかったんだよ単純に。ガントレットが源氏のことだけど、俺は源氏のことが欲しかったっていう、ただそれだけです。レッテ川、ちょっと上でセーブしてから次回レッテ川やっていきましょう。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。